平和の象徴オールマイトが事実上の引退に追い込まれた神の事件以降、初めてのビルボードチャート。その意味の大きさは誰もが知るところであります。これまで発表の場にヒーローが登壇することはありませんでした。しかし今回は違います。ご覧ください。ナンバー10、前回9位からワンランクダウン、ドラグーンヒーロー琉球。今季は私正直見合ってないかな。ナンバー9、こちらもダウン、しかし未だ衰え知れず、グソクヒーロー鎧武者。上位3名を除けばかような番付、全て自運による誤差。ナンバー8、綺麗にツルツル、 CM でおなじみ選択ヒーロー、ウォッシュ。ウォッシュ、ウォッシュ。ナンバー7、大躍進、成長止まらぬ期待の男、森林カムイ。光栄。森林カムイ、長いです。同じチームを組む身として大変励みになりますね。彼との熱愛報道についてはノーコメントで。なんで先輩だけ。お前も十分すげえから。ナンバー6、ザ・正統派の男は堅実に順位をキープ、シールドヒーロークラスト。もっとあなたの活躍が見たかった、オールマイト。ナンバー5、貸し切りバニーはランクアップ、ラビットヒーローミルコ。チーム組んだんだってな、弱虫め。ナンバー4、ミステリアスな忍びは解決数も支持率もうなぎ登り、忍者ヒーローエッジショット。黙らしゃい、公の場だぞ。今回神の事件に関わったヒーローたちの支持率が軒並み上がっています。それでいくとこの男、活動休止中にもかかわらずナンバー3、支持率は今季ナンバー1、ファイバーヒーローベスト G リスト。一刻も早い復帰を皆が待っています。ナンバー2、マイペースに、しかし武々しく、破竹の勢いで今2番手、ウイングヒーローホークス。な、大げさない。そして暫定の1位から今日改めて正真正銘ナンバーワンの座へ。長かった、フレイムヒーローエンデバー。今回このような場を設けたのは節目であると判断したからであります。オールマイトの引退から約3ヶ月、未だアイコン不在ばかりが取り沙汰されておりますが、次を担うヒーローたちはここにいます。彼らと共に平和な社会を目指して。1ってどんな気分なんすか。それではお一人ずつコメントを。ありがとうございます。